えー、こんにちは、えがみでーす。ということで、こないだもさ、あの、AI にライブハウス経営に聞いてとかってやったんだけど、あの、チャット GPT っていうのは何なのこないだやったやつはチャット GPT じゃないでしょなんか、なんとか AI でしょその、オープン AI とか、チャット GPT とか、これはなんか GP チャットっていう、これまたチャット GPT とは違うんでしょ何 ?GPT って。なんかよくわかんないけど、 まあ、とりあえず違うやつがあったもんでこれまたやってみて最近これすごいなと思ってなんかヒントになることがたまに出てくるもんでさこうやってみたわけほんで違うアプリで今やってるわけそしたらさこれはなんかこの間のやつみたいに読み上げはしてくれないんだなこの「なんとかは」みたいなこれなんか読み上げはしてくれないから自分で読むんだけどなんか アイドルのライブイベント、クラブイベントなどもこう規模によっては開催されています。ライバース経営の課題としては、出演バンドやアーティストの確保、集客、チケット売上げの増加、顧客管理、スタッフの採用、教育、育成、音響、照明設備の最新化、設備、備品の維持、管理などが挙げられます。また、ライバースの経営において、 音楽業界や市場の変化に対応し新しいサービスアイディアを生み出すことが重要ですライバース自体の魅力を高めることで来場者の継続的なリピート率や口コミの拡散につながりビジネスとしての成功につながるでしょうこれやっぱりまあどこを見てもさまあ同じ今自分たちが課題に挙げているようなことを言ってくれるんだよねで、まあ、でも再認識できるしさ こうやってまとめてくれるしさすごいよね。なんて検索したら次のえっとライブハウスじゃなくてもいいか。けあちゃあゃどうしようかな未来のライブハウス未来のライブお面白い 未来ののライブハウスは以下のような特徴が考えられますテクノロジーを活用したライブ体験未来のライブハウスではより没入感のあるライブ体験を提供するために VR 技術やああああなるほど読むのが面倒くさくなっちゃうねでもこれ VR だったら別にあのライブハウスじゃなくてもいいよね AI による音楽配信未来のライブアースでは AI 技術を活用した音楽配信が行われるようになるかもしれません映画が AI が聴衆のうん速いこれさ本当になんかすごい面白いんだよねいろんなさことをこう入れてみるとさこれどういう仕組みなの、まあ、?GPT だからなんだか知らんけどさまあ いろんなのがあるでしょうこの AI のやつってこれすっげえ面白いなと思って未来のライバースではグローバルな市場に対応することがますます重要になるでしょう世界このためさまざまな文化や音楽ジャンルを取り入れ顧客エクスペリエンスなんやそれを向上させることが求められますだってさだからあれだよアフリカのゴムだよゴム ゴムって何かよくかちょっと調べたんだけどさまあ向こうのなんか民族音楽とダンスミュージックみたいな,なんかあれでしょうちょっとそういうグローバルな音楽をやっていかなあかんしょう未来のライバースが持続可能性を追求することでライブイベントが環境に与える影響を減らすことができます何それ例えば再利用可能な素材を使用したインテリアや エネルギー効率の高い照明システムなのが導入されるかもしれません。まあ、そういうことか電気とか使いすぎだし環境に悪影響を与えとるんだなライブハウスっていうのは。ではこれから流行る音楽どうやって答えてくるやこんなの。 でもこれ日本語でも英語でもできるんかなこれはもう日本語バージョンになってるのかなこれ翻訳をしてるんかななんかよく分からんけどさいろんなことを考えとるけども結局こういうのを考えれる天才の価値なんじゃないのって思うでしょ。全然教えてくれんじゃんこれ。これから流行る音楽。なんか点々が浮いてる。あえ全国的に混み合ってるんだって。 知るかまあそんな感じでまあこれはさ何かに生かせないかなってめちゃくちゃ思うよね本当に思いつかなかったようなアイディア今んところこれはさ思いつくアイディアしか出てこないからあれだけどそのうち思いつかないようなアイディアが出てくるんじゃないかなと思ってちょっと期待しちゃってるほんで GPT だか GP だか AI だかチャットだかなんかちょっとよく分かんないけど何のことを g p t っていうのかはもうよくわからんけどもまあそんな感じでちょっと最近はこの AI のやつをよく調べてるっていう動画でした最後まで見ていただきありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いしますありがとうございました